北国新聞ニュースをお伝えします花火会社の社長による出前授業が昨日、川北小学校で行われこの夏、2万発が打ち上がる北国大花火川北大会の魅力を紹介しました川北祭りは、今年8月6日に3年ぶりに開催され北陸最大級のおよそ2万発が上がる北国大花火川北大会は そのフィナーレを飾ります。川北小学校の出前授業には、河北市にある北陸加工の久保田義則社長が訪れ、3年生の33人に花火の製造や打ち上げの技術、大会の見どころなどを紹介しました。授業の中では、スイカと同じサイズの十合玉や、 ハートの模様に詰められた花火玉の模型が披露されましたそして久保田社長が十号玉が打ち上がると川北小学校や川北中学校をすっぽり覆うほどの直径三百メートルの花火になると説明すると子どもたちから驚きの声が上がっていました児童の一人は打ち上がった時の柄と 花火玉の中の柄が同じだと初めて知ったと興味津々でした北陸加工の久保田社長は2万発の花火で色の違いなどを楽しんでほしいと大会への来場を呼びかけていました 東京目黒区の小学校との交流会がきのう金沢市の馬場小学校で3年ぶりに開かれ双方の子どもたちがダンスを楽しみました馬場小学校と東京目黒区の上目黒小学校は金沢市と目黒区が友好都市の協定を結んだことをきっかけに交流を始めました。 その交流は新型コロナの影響で中断しましたが、三年ぶりの交流会では、ババ小学校が力を入れるダンスを通じて互いの親交を深めました。交流会では、ババ小学校の子どもたちが j ポップの曲に合わせて軽やかなステップを披露し、上目黒小学校も旗を使った踊りで息の合った動きを見せました。 上目黒小学校の児童は、落語の目黒のサンマをアレンジした金沢の金箔を披露したほか、馬場小学校側の案内で東茶屋街を散策しました。北国新聞政経婚話会の6月例会が、昨日金沢市内のホテルで開かれ、政治行政アナリストの本田雅俊さんが、 岸田政権について長期運営は容易ではないという見方を示しました本田さんは参院選後に始まるポスト岸田レースと題して講演し岸田氏が長期政権を担うのは難しく3年以内に後退する可能性が大きいと見ていると述べましたその理由として 自民党内に多数いる首相候補が、みんな次の政権に野心満々なことと、総理を務めた安倍晋三氏や菅義偉氏が巻き返しを狙って手を打つという点を挙げました。そして、いずれにせよポスト岸田を見据え、夏から凄まじい権力闘争が始まるのは間違いないと語りました。 一方で、本田さんは、岸田政権が自民党の基本方針である憲法改正を実現できれば、続投や後継指名もあり得るという見通しも示しました。香川ふるさと検定が今年は12月18日に実施されることが決まりました。 香川ふるさと検定の実行委員会が昨日加賀市内で開かれ10回目になる今年の検定を12月18日に実施することを決めました検定には初級と上級があり今回は10周年の記念として高校生以下の上級合格者を特別表彰することにしましたまた初級の専門テーマは金城山になりました 香川ふるさと検定の受験料は、初級が大人1,000円、高校生以下500円、上級は大人2,000円、高校生以下1,000円で、申し込みは9月5日から12月16日まで受け付けています。検定の実施に向けて、受験対策になる歴史文化講座が、10月16日から11月16日にかけて、 合わせて10回開かれるほか9月9日からアビオシティ加賀で受験を PR する展示会が開かれます七夕を前に高さおよそ3メートルの七夕飾りが四日調律図書館にお目見えしました四日調律図書館は毎年 住民参加型の七夕飾りを企画し人気を集めています。訪れた人は図書館のマスコットキャラクターシーカ君の塗り絵や願い事を書いた短冊を七夕飾りに取り付けることができます。市調律図書館の職員木下直子さんは 親子で楽しみながら賑やかに仕上げてほしいと呼びかけていました。七夕飾りの設置に合わせて、図書館内には七夕や星に関する本を紹介するコーナーも作られました。以上、北国新聞ニュースをお伝えしました。